どうもユダピンに負けたマーシーです。ということで現在シーズン3前ということで各所で盛り上がりを見せているストーリー、各キャラクターの進路が決まり始める中、もう一つ地味に気になっているのはそう生徒会ですよね。中でも生徒会長はガルパのキャラが就任しており、次期生徒会長は誰だと気になっている方もいるでしょう。なので今回はですね、過去のフラグも交えて次期生徒会長は誰か予想していこうと思います。まず羽岡の次期生徒会長はですね、羽沢つぐみちゃんで 100% 決まりだと思ってます。これはですね、ミオ駆け出すスカートを揺れるをという、まあ、今年のストーリーになるんですけれども、このストーリーのラストとか、あとはこの時のねつぐみの星4メンバーのエピソードを見たらわかります。詳しい内容はですね、ぜひともそのストーリーを見てほしいなと思うんですけれども、あのストーリーを見た後にもしつぐみ以外が生徒会長になったら、え、なんでって思うぐらい、それぐらいですね、もうかなりですね、まあ、圧倒的に羽沢つぐみが生徒会長になるフラグが立っているわけなんですよね。さらに羽岡はですね、3年生が卒業すると、まあ、若干1名ちょっと怪しい人もいますけれども、卒業するとほとんどがアフターグロのメンバーなんですよね。まあ、そこにロックちゃんとアコちゃんと、まあ、アスカちゃんっていうね、キャラクターが加わるような内容になっているので、まあ、そうなると1年生から生徒会にいる羽沢つぐみが生徒会長になるのはもう既成路線なのかなと思います。まあ、今でもですね、生徒会で忙しいつぐみをですね、みんなが手伝うっていう描写があったりするので、まあ、もし生徒会長になって忙しくなったつぐみをですね、またメンバーのみんなで支えるという光景、これ結構簡単に想像できるんじゃないかなと思います。でもしかすると、まあ、ロックちゃんとかアスカちゃんのようなキャラクターもですね、まあ、生徒会に入るかもしれないですね。そして花女なんですけれども、花女の生徒会長は羽岡と違ってまだ明確なフラグは登場しておりませんが、やはり市ヶ谷ありさちゃんが最有力候補です。実はですね、花女の生徒会長には今ある一つの系譜がありまして、それがですねキーボード組であるというところなんですよね。前生徒会長のワニベさんもキーボードでしたし、今の生徒会長のリンコちゃんもキーボード、そして、生徒会初期には、まあ、アリサちゃんもキーボードということで、まあ、そういう一つの流れがあるのかなと思います。さらにですね、現生徒会長の白金リンコちゃんはですね、前会長のワニベ77さんに押し付けられるような形で生徒会長へ行ったんですね。なのでもしかすると花女の生徒会は指名制なのかもしれませんが、まあ、そうなったとしてもやはり白金凛子ちゃんと最も長い時間を過ごした後輩というのが、アリサちゃんということになりますので、指名もされやすいのかなと思います。まあ、何よりですね、最初は内申点のために生徒会に入ったと言っていたアリサちゃんがですね、まあ自分が責任を取りますからと、まあ、今までのアリサが言わないようなセリフをね言ったりと、結構大きく成長を見せてるんですよね。まあ、そうなってくるとアリサちゃんがこのまま生徒会長になるというのが自然な流れなのかなと個人的に思います。ただ花女はですね、意外とキーボード組がですね、まあ一人 DJ はいますけれども多い学校でもあるので、他にも一応候補はいるんですよね。ただ若宮イブちゃんは仕事、そして部活、バイトもありますので、ちょっと物理的には難しいんじゃないかというところと、奥沢美咲ちゃんも、まあ、ハロハピの活動またはバイト、さらに部活と、これまたね忙しい日々を送っていますので、まあ、ちょっと奥沢美咲ちゃんも厳しめ。じゃあアリサちゃん以外に誰かいるのかというと、自分はですね、富山かすみちゃんが生徒会長候補になるんじゃないかと思っています。でかすみちゃんはですね、もともと花女が大好きで入学を決めているという非常にですね花女愛の強いキャラクターになっています。さらにですね、終業式では代表スピーチもしてるんですね。さらにですね、部活やバイトもやっていないので時間にも余裕のあるキャラクターなので、個人的には生徒会長にならなかったとしても生徒会入りはするんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、やっぱりかすみちゃんが生徒会長になって、まあ、アリサが副会長とかで、まあ、生徒会を支えるっていう絵も結構想像しやすいんじゃないかということで、まあ、やはりちょっと候補になるのかなと思いますね。そしてダークホースには鶴巻心という存在がいるんですけれども、彼女は正直よくわからないです。もうちょっとどうなるかわからなくて、ただ意外とリーダーシップっぽいものはあるんですよ、持っているので、まあ、もしかすると生徒会長になっても面白いのかなっていう感じぐらいですかね。個人的にはやっぱり市ヶ谷ありさちゃんが最有力候補ですけれども、今後のイベストでまた明らかになるかもしれないですね。そして最後はですね、月の森女子学園なんですけれども、月の森女子はですね、今全員が1年生なので、さすがに2年生で生徒会長になるっていうキャラクターはいないと思います。ただヤシオルイちゃんがですね生徒会に所属していますので、もしかするとまあ副会長とかにはなってるかもしれないですね。またとにかくリーダーにこだわる双葉つくしちゃんとか、目立ちたがり屋の桐ヶ谷東子ちゃんがいますので、まあ、ちょっと生徒会に入ってきそうなキャラクターがいますんでね、もしかすると進級を機に生徒会入りするかもしれないですね。さあ、というわけで今回はですね、まあ自分の予想を喋っていきましたけれども、コメント欄でもぜひとも皆さんの予想をお待ちしております。やはり自分はですね、ガルパのキャラクターが生徒会長になると思います。